8割嘘で2割が冗談、ギター芸人ダオです。ギター芸人ダオといえば石巻ですよね。はい、で先日ですね、東京駅にオープンいたしました石巻マルシェに行ってきまして、こちらの缶詰を買ってきましたというね、動画をね出したんですけれども、これを食べながらですね、この YouTube の中でやっぱりね、こういう石巻の名物のクジラの缶詰ですからね、石巻のお酒と一緒にいただきたいなと言いましたらですね、なんと石巻からお酒が届いたというね動画を出しました。それから数日経ったんですけども、なんとまた石巻から荷物が届きました。はい、段ボール結構ね重量感があるいい感じの重さなんですけどもね、ちょっとまだ開けてませんので、ちょっと開封していこうかなと思うんですけども、震災以降ですね、石巻の方たちとはすごくいいご縁をいただきましてですね、今もねこうして、心と心でつながり合ってですね、こういったねなんか荷物も届けてくださるということでね、今回は何が入っている、おお、なんだなんだなんだ、何ですかこれは、何ですかこれは、何やら何やら、これ何ですか、いぶりホタテ、ホヤ、粒貝か、すごいすごいすごい、これ牡蠣とホタテとホヤ、それから粒貝、美味しそうなものが届きました。ちょっとこれを開けてみましょう。やば、見てください、これ牡蠣でしょ、それからこれがホタテ、やば、うまそう。そしてホヤね、あちらはホヤがねすごくね名物でございますよね。そして粒貝ですね。やばいものが届きました、ありがとうございます。はい、そしてさらにいろいろ入ってますよ、何やら、あ、なんだこれは、缶詰ですね、カレーの縁側醤油煮込み、カレーの缶詰、やば、これもうまそうですね。まだまだいっぱい入ってるんですけども、はい、ホヤ、これもホヤですね、瓶詰めのホヤ、牡蠣、これも瓶詰めの牡蠣ですね、美味しそうな感じじゃないですか、やばいねこれね。でさらになんか缶詰が結構いっぱい、これはサンマの水煮の缶詰ですね、味噌甘辛煮だって、サンマの味噌甘辛煮、これもやばそうですね、美味しそうですね。これが醤油味だって、サンマの醤油味の缶詰、どれからいただこうかしら。これね、これですよ、金華サバ、サバですよ、これね、金華サバってね向こうではかなり名物でございますけどもね、これの水煮、これが味噌煮、金華サバの味噌煮の缶詰、すごい。はい、そしてなんかね新聞紙に包まれたものが入ってますけども、おお、おチョコです、おチョコ。そうですよ、僕ねおチョコ持ってないって言ったんですよね、あのおチョコ持ってないからカップ酒の瓶で飲んでたんですけど、それをね伝えたらおチョコが届きました。でこちらの方も、こちらもなんかいい感じのおチョコですね。はい、見てください、これでお酒が飲めますね。やばいな、嬉しいな。はい、ということでね、今回いただいたものをここにね並べさせていただいたんですけれども、こんなにたくさんの石巻の名物が届いてしまいましてですね、しかもおチョコまでいただきまして、本当にありがとうございます。じゃ、せっかくなんでね、このおチョコをいただいたので、これでねお酒を飲んでいこうと思うんですけども、前いただいたねこの石巻のお酒をですねいただいていこうと思いますけどもね。いや、おチョコで飲めるなんてマジで嬉しいですね。嬉しいですね。嬉しいね。はい、では皆さん乾杯です。乾杯。うん、美味しい。やっぱりね、おチョコで飲むと味が違うね。ほら、ワインとかもさ、グラスで変わるっていうじゃないですか。気持ち的な問題もあるし、実際にやっぱりね、味も変わってると思うんですよね。やっぱね、おチョコで飲むとね、美味しく感じますね。最高ですね。
でね、これね、どれからいただこうかしらって感じなんですけども、まあこんな時期ですから、今ね石巻の方になかなか行けませんので、もうありがたくゆっくりじっくりいただくことにしたいと思います。でね、震災からもうすぐ10年が経とうとしておりますけれども、街の様子っていうのをね、写真で送ってもらったところ、やはりまだまだ街を作っている最中でございまして、10年ですよ、10年かかってもね完成しないんですからね。少しずつ少しずつ復興していってる感じだとは思うんですけども、震災があったことっていうのは我々には計り知れない大変なことを経験したと思うし、今も辛い思いしてる人がたくさんいるかと思うんですけども、でもこういった絆っていうものが生まれたりとかですね、心の友ということができる方と出会ったりとかですね、マイナスばかりではないと僕は信じておりますし、これからもこのつながりっていうのを大切にしていこうと思っております。で、今こんな世の中ですからね、イベントごとやら何やらできませんけども、できる限り風化させない活動だとか伝える活動っていうのは継続していきたいなとは思っていますので、これからもですね、ギター講師としての私ギター芸人ダオと、復興応援団のギター芸人ダオ、どちらもですね応援の方よろしくお願いいたします。はい、そしてですね、2021年の一つの目標といたしまして、1ヶ月にチャンネル登録者数を50名増やすというね、密かな目標があったんですけども、1月が終わりまして、1月終わった段階での結果発表をここでしたいと思いまーす。ドク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 、バーン、チャンネル登録者数プラス70名でした。はい、ということで2月が始まりましたから、2月もですねプラス50名を目指して頑張っていきたいと思いますので、チャンネル登録の方ですね、まだしてないという方、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで今日はここまで、バイバーイ。